田中鈴木おぉえ、スタートおぉということでございまして、はい、今回はですね東海期2016発表会の、振り返りを行いたいと思います。ゲスト、前回に引き続きこちらのお二人です。どうぞ。はい、ヘルゴチカのアイポツカ、あ、僕ですか、はい、ドワンゴの中野です。よろしくお願いします。はい、中野さん、はい、運営長ありがとうございます。そしてメガネです。お願いします。簡単でいいな。自分に雑だな。学校に一人おる人ですからね、うん、さあということで先日の党会議2016発表会について、ね、ということでございますが、どういった内容だったのでしょうか。はい、発表会、はい、そうですね、あのさすがにもう10日前ということで、うん、いろいろ出来上がってきてたので、はい、その実際当日遊べるものを、持ち込んで、来たお客さんたちにちょっと体験してもらうというような発表会をやりました、はいはい、発表会でした。だからなんかみんながゲーム遊んでるだけの会場やったから謎でしたけどね。なるほど。僕らが発表してる隣でうおーってみんなゲームしてるんで、ちょっとこっち聞いてみたいな。そう一生懸命情報出してるんですけど、うん、あの反対側で歓声が上がるとなんかクッパ倒したみたいな。そうみんなそれに喜んでる。昔の子供もみんなそうだよ。だからね。そっか。だからね、そうですよね。発表前まで電源切ってたもんゲームの。ああ。ほんまですよね。それ聞いとけよかった。もう発表会はね、もうそんなの繰り返しですからね。まあでも楽しさを伝えたかったんで。いいですね。はい。コンセプトとしては。そうです、そういう意味ではみんな遊んでもらいたかった、はい、よかったよかった、行ったよって人もいらっしゃる。嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。さあなんと今回はですね、その中でもあの目玉となったものを持ってきていただいたと、うん、はい、いうことでございます。さっきからもう嫌でもね、目に飛び込んできてるね。めっちゃ気になるからね。あのでもね、赤くないでしょ、小さい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 、よくこんな寄りで取れるよね、コントローラーね。ちょっと少し行ってみてください。僕行ってみていいですか。行ってみてください。これは熱いよね、こんなでかいの。ただ単に千代丸さんがちっちゃなったみたいな。これはどういうことだ。ボタンがこんなにでかいんだよ。これでもそのオブジェじゃないんでしょ。もう本当にボタン押したらちゃんと反応します。これちゃんと使えるということでございまして、押しても大丈夫なの。大丈夫、もちろんです。これ持ってきていただいたってことは、高齢者は無理だよ、はい、今日はちょっと実際に遊んでいただこうかなということで。あ、これは、はい、ありがとうございます。ということで今日はですね、はいはい、実はあの、はい、スターソルジャーがおっプレイしてるんですよ。これでいいのか。やっぱり、スターソルジャーで一材を築いてくれるかなと。ちょっとツレンチでどうやってやったのこれ。もうこの時期のもうシューティングゲームもめちゃめちゃありましたからね。あのね、85年にね、キャラバンで実はでっかいコントローラー作ったんだよ。ああ、したらその木で作ったから子供がね、げんこつで殴るんで3日間で壊れちゃったって。なるほど。はい、さあということでございまして、これ誰にプレイしてもらうんですか。これは誰、うん、じゃあほんとまあメガネさんと名人にちょっとプレイしてもらいましょうかね。はい、おー、またおーおー、こっちゃいます、こっちゃいます。これ名人森ちゃん、そうですね、協力プレイってことですね。あ、どうやるんだよこれ。名人連射でもちょっと本当に連射で16連射できるかっていうのは。名人それじゃ、それしない、それいけてない気がする。7継承してもらいたいな。ここか、あ、ここだ。そう、あ、深いこれ。ちょっと待って、すげえ、すごい。名人無理しないで、ね、来てる、始まってないですからね。ということはこれ何、操作をメガネさんがやって名人が打つってこと、はい、あ、そうです。なるほどなるほど、あ、なるほどね、はい、うん、もうなんか大丈夫それで、もうあの協力プレイだ。そうですよ、こっち行けって言ってもらえば名人が言う。これ言わなきゃいけないの。え、
言ってもらえたの。だってこれ俺連射に多分神経いっちゃうよ。あ、そっか。じゃあ僕なりに頑張ってみたいと思います、うん、はい、そうでね、はい、これは名人も打ちどころがありますからね。いや、それは頑張るけど、むずいな。じゃあ先に言っとくけど、はいはい、ラザロは無理。ラザロは無理、うん、ラザロは無理。頑張って。いやいやいや、いやでもできる。これ壊れないよね、ラザロってみんなわかるかな。あの、そうですね、壊さない。ピアノ打ち指届かねえよでもなんかこういう感じね、極限までに簡略された、はい、宇宙船みたいな。さあ、じゃあいいですか、はい、いいですよ、切り替えてもらって。はい、はい、じゃあ2人頑張って。これ本当にスタートボタン押すんで。よーい、よいしょ。おお、本当だ。ちょっとちょっと怖いな、これ。スターさんじゃこんなうるさかったっけ。いいんじゃない。強いでした。ラザロまで行けずですよ。ラザロも見れない。まさかの取れない。まさかのメガネさんから目が見えない。いや、ゼグはね、場所知ってないとね、名人ね。そう。マジっすか。一回左から行きます。まだ一気もあるよ。全然ちょっと変わってみません。僕も同じよ。電車になったらいい。早っ。でしょ。あれでしょ。意外と十字キーの方が難しい。そうなんですよ。斜めが難しいかもしれない。動いてた方。でかいから。動いてた方。あ、もう。いやー、さすがメガネさん。名人が一人で。一人で。マジで。名人。ちょっと格好おかしいけど。名人なんか。妖精みたいになってます。すごいすごい。なんか昔こういう漫画見たことある。いけいけいけ名人。ゲームセンター嵐みたいになれ。すごい名人。あ、うまい。こういう漫画見たことありますね。こういう漫画見たことありますね。おおおお。いけ名人。いけるとこでいけ。すごい。俺名人一人で。おお。なんだ今の。今の何？今思った瞬間1秒間無敵。出た。すげえ。出た。すごい。やばい。名人一人うまい。パワーを取った瞬間一人でもできた。名人だ。ラザロ迎えられるよこのまま。やべえ。さすがやな。やばい。いや、俺かっこいい。名人めちゃめちゃかっこいい。じゃあ、じゃあ、じゃあ。そうそうそう。俺間違えて B ボタンとスタートボタンを押してた。いや俺レイジかっこいい。こいい。いや今のはすごい。すごい。これね、ちょっと伝説を見た。この番組やって初めて名人のことほんまに名人やと思った。すごいですね。いやすごい。ガチですごい。2分間大変だわ2分間。汗めっちゃ出ますよね。ねこれ結構エクササイズだ。そうこれ実はなんか痩せるんじゃないか。ね。あの夏野さんも言ってたんですよね。うん、これ東海芸終わったら欲しいな。今までちょっとずつ小さくすることがなんか世界のあれやったけど、でかくするとここへ来て。はい。本当だね。これ売れるな。これいろんなゲームやりたいもんな。いややりたいやりたい。他にもできるんですか？
もうやろうと思えばファミコンのゲームは。そうでしょ、だってスターソルジャー専用じゃないでしょ、これは。専用じゃないんだ。これはまずマリオでもやられてました。これでカセットできなかったらいいね。カセットまで。すごいな。すごいな。これなんか。発売してほしい。車の車の後ろから出てきたらね。いくらするんですかね。そうですね。いや、ちょっと今回独自にニコニコ技術部っていうところの皆さん作っていただいたので、売り物ではないんですけど。じゃあ俺これ用にレトロゲーム復活祭貸すからさ。あーあー、すげえ、ね、はい、本当に中身最先端だ。あ、そうか、そうだね。あー、すごかったです。さあ、ということで、はい、なんか他にもレトロゲームいろいろやったんですよね。そうなんです。で、はい、実はその、レトロゲームの特集っていうのが、特番っていうのがありまして、はいはい、スライド出ますか。めっちゃ気になる。はい、1月25日20時から、東海議特番レトロゲームエリア特集ということで、はいはい、アメリカザリガニの左さん、ゲーム実況のドグマさん、タケさんなどをお呼びして、はいはい、レトロゲームの他のタイトルにもちょっと触れていきたいなと思っています。で、はい、で、これ皆さんやりたいですよね。やりたい、ね、やりたいし、何紹介するの、はい、遊びたいという人はぜひ東海議に、次のスライド行けますか。はい、はい、1月30日31日に幕張メッセ来ていただければ遊べますので、はい、ぜひ来てくださいと。で、申し訳ないんですけど、このイベントに来るには次お願いします。チケットが入りますと、はい、で、先週優先入場券ありますよっていう話だったんですけど、終わってしまったので、はい、普通の参り入場券はまだ売ってますので、はい、そちらを買って来ていただければなと思います。で、一応こんな感じでポスターもできたんですけど、ね、本当にここにあるようにいろんなゲーム機がずらっと並んでますね。これはおっさん気になるな、はい、あっち向いて、あっち向いてホイもあります。あっち向いてホイもありますからね。あっち向いてホイもコーナーも気になるし。そうなんです、うん、ちなみにあと東海関係ないですけど、あと一つだけちょっとあって、はい、実はニコニコ超会議っていうイベントもあるんですけど、4月の終わりにあるんですけど、これ の、期限が近づいてきたよということで、2月17日にそれの第1回発表会をします。で、こちらも観覧者募集してますので、ぜひ興味あるよという方はご応募いただければなと。うんこめで出てると思うんで、よろしくお願いします。イベント企業ですからね、はい、年中、年中会議、年中ね、年中会議をしてますから、はい、だから毎日が超会議なんですね。そうなんですね、はい、ずっと会議してます、はい、いやいいね、気合よろしくお願いします。よろしくお願いします。しますしますあいつんちで僕はゲームしてましたからね、言うたらあいつのゲーム知識しか僕ないですけど。なるほど。あ、ということでございまして、はい、ね、もうこちら対決だから、まあ、もう重ねて言いますけれども、はい、東海議2016はですね、今月末ですね、はい、1月30日31日今からメッセージで行われますので、はい、ぜひぜひ皆さんね、行ってみていただきたいと思います、はい、トロゲーム素晴らしいのいっぱいありますからね、はい、はい、遊んでください。ということで、お二人どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、ええもん持ってもきてもた。目指せない冒険。